いより萌えみたいに温泉配信ある。何それ。キュルンじゃん。関ゆたならわかるかもしれない。なんかある日、スクリーム中にスコップの人が寝てたんだよね。アマゾンで100くらい回路送ってくれた。スタイリッシュ M の本もらったのに、1回目なんだけど。手紙書いて渡したやつさ、まだ持ってるって言うんだよね。てか今のさ、時期、結構昼、あったかい。てか暑いか、ちょっと。暑いくらい。なんか体調がさ、最近腰痛いてんだよな。腰痛くなかったらな、どっかなんか、散歩行きてんだけどな。いより萌えみたいに温泉配信やる。何それ。え、温泉配信なんてやってたの。何それ。やばくね。20万人記念やってた。キュルンじゃん。あれ入れる、ん、あれ入るまでにすげえじらしてきて最高だった。もう教えてよ。なんで俺に教えてくんないの。見たかったんだけど、もうリアルタイムで。俺もそんなの配信すぐやめて見たのに。いいよな、やっぱり。こんなジジイ見るよりもやっぱイオリ萌えでしょ。ふふふ。キモすぎでしょ。俺のサブスクのディスコードにユノシーチャンネルとかイオリ萌えチャンネルってあって、みんながこう、クリップとか画像を集うチャンネルがあるってマジ？イオリ萌え温泉。なんだよこれ。エロ！何これ。てかなんかすごい、これカメラ2個あるよ。こんなんの、これ大丈夫なの、これ。ツイッチでやっちゃって、これ。バンされない？大丈夫なのこれ。バンされない？なんか厳しくなってきたんじゃったっけ、ツイッチって。違う？ケツが危ないんだ。あ、そうなんだ。ツイッチ水着か風呂なら多少露出しても大丈夫。やけに詳しいじゃん君たち。まあそうか。まあ温泉入ってるだけだしね。別にエッチじゃないよね。CR カップ中にやってたから CR カップ配信の増設ランキングこの H カップが挟まってた。挟まれてたんじゃなくて挟まってたの。てか H カップもあるんだ。すげえな。やっぱ H カップとかあると、あれなんかな、肩とか凝るんかな。なんかよく言うよね。やっぱ男はないからさ、その感覚わかんないけど、関裕太ならわかるかもしんない。あいつすげえからな。最近あいつと飯食ったんだけどさ、そういえば、うん、さらにパワーアップしてたよ。いや俺ジム行ってねえな。てかプール行きたい。プール、土井さんとかプール作ってくんねえかな。配信者専用のプールとかサウナ、筋トレプールサウナ施設お願いします。20時間空いてますみたいな。わ、いつでも行くな。ナイトプールって何なの。ナイトプールって、ナイトプールって何。行ったことない俺。エッチなとこ。なんか泳ぐの目的じゃないやつ。何その、何それ。エッチなとこ、チャプチャプするだけなやつ。何それ。パリピが写真撮ってるとこ。絶対エッチじゃん。ちょっとナイトプール行こうよみんなで。いいよ、ガチ泳ぐし。でも俺あれだよ、俺めっちゃ身長高いから、シンクロ用のプール用意するけど、いい。水深5メーターくらいのやつじゃないと俺浅瀬になっちゃうからね。俺いつから泳いでないんだろうな。俺埼玉の南鳩ヶ谷住んでる時に、どこだったっけな、なんか近くのなんかゴミ処理施設かなんかの横のなんかサイクル、ん？そのなんかゴミ燃やしてる熱で温水プールやってるとこあったんだよな。そこに行ってたな、ちょこちょこ。そこに15メータープールか、20メータープールかな、20メータープールがあって、なんか俺久々すぎてさ、めっちゃ溺れてたんだよね、20メーターで。20メーター泳げると思うじゃん、昔のあれだったら。めっちゃ係のお姉さんにめっちゃ心配されてた俺。息継ぎわかんないよね。てか俺普通に立てばいいじゃんね。なんかベテランコースとシニアコースみたいな二つに分かれてて、ベテランコース最初行ったら、なんか泳ぎ早いから前が泳ぐ人のやつ待ってんだよね、みんな。待って、その人が次ゴールしたら泳ぎましょうみたいなルールがあるんだけど、俺溺れてるから、めっちゃ注目浴びてめっちゃ恥ずかしかった。シニアコースからやめましょうって言われて、めっちゃ60、70歳くらいのおじいちゃんたちが泳いでる中、俺その中に混ざって泳いでた。シニアコース、ふざけんなよ。クリス・ウォンって御曹司。え、そうなの。なんか普通にサラリーマンみたいなの言ってもらった。働きながらやってるって言ってもらったっけ。働きながらやってるのすごくない。
プロ苦い思い出思い出すわ。俺のオーバーウォッチのスペシャルフォース2の時も働きがやってたけど、いや、やっぱそれを思うとすごいな、働きがやってんのは。まあでもあれか、一人だからってのもあんのか。一人ゲームだしな、格ゲー一応。いや、すごい眠かったのも覚えてるな。なんかね、仕事が終わって家に着くのが20時とかだったんだけど、5人1チームで練習するからさ、5人揃わないと練習できないわけじゃん。関裕太がね、当時バイトかなんかしてて、終わんのが10時半みたいな、夜の10時半とかに終わるんだよ。で、俺20時に家帰ってくるんだけど、朝もう6時起きとかに行かないといけないのね。22時半まで待つのはすげえ眠くてそう、マジで眠くてすげえしんどかった確か。で、そっから練習始まるじゃん、23時とかに。で、終わるのが2時とかないよ。で、そっから、まあ、風呂入ったりとかで、家帰ってきて20時とかで風呂入れても、もうすげえ眠いから風呂とか入んないようにしてたんだけど、すげえきつかったな、それ。毎日それやってて、なんかある日、そのスクリーム中にスコープの上で寝てたんだよね。寝てたことあって動かなかったらしい、スコープ覗いたまま人との殺し合いのゲームしてるのに寝るって結構多分相当だよねまあでも仕事辞めて実家に帰ってプロ専念した時も結構きつかったけどね。やっぱ収入もないし、それはそれでなんか肩身狭かったな。カイロの話いつ聞いて面白い。あまりにも見かねたヤマトンさんがアマゾンで100個くらいカイロ送ってくれたっていう。だって俺、家の中で白い息出るのよね、家が古すぎて。あの、砂壁だし、隙間風めっちゃ入ってくるし、家の中で白い息出るくらい寒くて、家の中でニット帽かぶって5枚くらい着てんのよ、10上で、最後の一番上ユニクロで買ってるダウンだからね靴下も3枚くらい履いてるし、52回分チャラ、ね、それでも寒くて、灯油のストーブとかもさ、灯油もったいないからさ使えないし、てか俺家に金入れれないからさ、収入ないから、なんとかして暖取ってたんだけど、どうしようってなってたもんな。どうしてたんだっけな。ダムだから北海道使ってたんだと思う。貯金はたいて北海道買ってたと思う。俺映画作れそう、本も作ろう。本ってさ、出したら結構あれなんかな、どれくらい入ってくるもんなんだろう本ってそう、印税みたいなやつ。てか何書いていいか分かんないしな、本って。何書くの本。俺スタイリッシュ M の本もらったのに1回目読んだんだけどなんかうちのさ、マンションのあの靴置き場のとこになぜかあるんだよねビニールに入ったやつ1回目読んでない、開けてないっていうか。スタネみたいにインタビューしたの本にしてもらえば楽じゃない。なんかね、多分俺そここだわりがあって、自分で書きたいんだよね、出すとしても。なんなら手書きでいきたいくらい。いやでもね、なんかいいんすよね、文字書く尊いわ。テーテーじゃないか、エモい。手紙さ、スタヌが結婚した時にさ、なんかアベマかなんかのやつでさ、手紙書いて渡したやつさ、なんかまだ持ってるって言うんだよね。くっそ恥ずかしいんだけどあれいや、それスタヌが言ってるわけじゃなくてさ、そのなんか奥さんと話すことがあった時に、いや、なんか字うまいっすよねみたいな話になって、あの手紙まだ持ってるんですよみたいな言われて、くっそ恥ずかしかった